新企画です、はい、こちら阪神優勝メンバーが選ぶごっつ嫌いだったベスト9。はいはいはい、はい、今回は嫌いだった選手をポジション別に挙げていただいて、もう顔も見たくない、もう思い出すのもちょっと嫌だなみたいな、ごっつ嫌いだったベスト9を選んでいただきます。プレーだけじゃなく性格的な面も含めて。性格、それはもう人としてですよ総合的に嫌だった人を選んでください、はいはい、じゃあ早速いきましょう。まずはピッチャーから、先発から。いや僕はね、三浦大輔なんですよ。ああ、なんでですか。いや、リーゼントは好きですけどそのカットボール打てないんですよ。 あの小さい変化がむちゃくちゃ嫌 で低めもスピード感的に速ないんですけど、ピュッてこう見逃してストライクやなみたいなキレがあるんですよ、はいはいはい、三浦大輔がもう打席立つの嫌で大嫌いだったんですけど、はい、かっこリーゼントは好き、はい、浜中さんどうですか。僕はね、あの中日の野口さんが嫌でしたね。やっぱあのストレートもやっぱ150近く出ますし、あとなんかあのスライダーも2種類3種類なんか空振りとやっぱストライク取るボールと、ね、いろんなスライダー投げるんで、ほんま気持ち悪いなと思ってました言い方いや本当にもう誘い球とか本当に、ね、もう空振りさせるぞとか本当にうまいこと投げてくるんで、本当に嫌なピッチャーでしたね。すごいごっつ嫌いだった感じで出ていいですね。本当に嫌いでしたもん。井川さんは、まあ、投げ合って嫌だったみたいな、ね、ピッチャーなんで何とも言えないですけど、川上憲伸さんのまっすぐは当たんないなとは思いましたね。とあとセレクションの時にたまたま憲伸さんと喋る機会があって、この大学いい大学だからって言ってたんですけど、その後なんか M大学その後なんか乱闘騒ぎとかなんか分かんないですけどあって、まあ行かなくてよかったかなでも井川さん今日その M 大学のカラーのジャケット羽織ってません。確かに、ね、めっちゃ M 大学の色ですよそれ。そうですね、うん、ちなみにピッチャーとして対戦するときに、はい、あ今日俺この人と投げ合うの嫌だなみたいな思った人は。投げ合う嫌だなはないですね。だ上原さんとはもっと早く終わるなっていうイメージはありますよねむしろ好きだったって感じですか。そうですね、あの上原さんのフォーク初めて見た時に曲がって落ちるっていうのはちょっとびっくりして、うんうん、こういうことできるんだと思ってそれ感動しましたね。結果的に野口やね。あ、結果的に野口さんですか、はいはい、それはどういうところで。いや僕もプロ野球で初めてノーヒットノーランやった野口なんですよ。中日の時に一緒にバッテリーでジャイアンツ相手にやったんですよ、はいはい、ありましたね、はいはい、で僕らプロ野球の世界で左ピッチャーちょっと変わってるっていうのあるでしょ。ありますね左ピッチャーいた、左ピッチャーいた野口も変わってるでしょ。いやめちゃめちゃ変わってます。めちゃめちゃ変わってるでしょ。え、どんな風に変わってるんですか、はい、あのね、いやそれこそね、お金使わないんですよ。野口氏も金使わない、でもね、馬の絵とかめっちゃ高いの買ってくるんですよ、だからもう金銭感覚で価値観があんまり分かれへん。ずっとタクシー乗ってたし、はいはい、そう、あ、そう、はい、車買わない、はい、へでも免許は持ってるんですよ。寮もずっとおる、寮もずっとおる、で投げるときはもう淡々と、うん、じゃあジャイアンツ時代もそうだね。車の免許は確か持ってるんですよね。持ってるのにタクシー乗るんですか。で車は持ってないんですよ。で久則が野口さんとなんか家が近かったらしいんですよ、はい、で駐車場出るといつも野口さんが立ってるんですって、ま、待ってるってこと。待ってるらしいんですよ。久乗せてみたいな。そう、そんな感じです。で毎回乗せて行ってたって言ってたの。それお金払ってたのかな、タクシー代の代わりにね、久さん。いや払わないでしょそんな、ねえ、井川さん変だそうです。いや下さんはどうですか。変に決まってるやないかもう今左変説を後押しするようなもう最高の変なやつやなじゃあ次中継ぎいきましょう。中継ぎもじゃあ順番に一人ずつちょっと名前挙げてもらいましょうか。でそこから議論してもらいましょう。中継ぎでも俺らから言ったらあの阪神のね JFK の時代だから、そうだ、対戦してないから、うん、対戦チームからしたらね、もう本当に多分その3人がね上がるんじゃないか。どうですか矢野さん。僕嫌なのはあの横浜の森田、シュート、はい、あのシュート、あの時代であのスピードであれ投げられた右バッターまず無理っていう、はい、まあ、大魔神佐々木さんがいて森田がいてっていうねすごいメンバーだったけど、僕は森田がすごいなっていう、立つのも嫌だなっていう、うん、へえ、はい、もうすぐもう浮かびます。だからこう僕らシュートって落ちるものはまだなんとかなるんですよ、うん、でもなんかスピードがこう速なってくるようなあのシュートって、うん、
落合さんも多分唯一嫌だったのは佐々木さんよりも森田の方が嫌いって言ってたんで、落合博満さんね、はあ、森田がすごかったなっていう、うん、ちょっとまた中日になってしまいますけど、うん、浅尾ですね。浅尾っていうピッチャーも多分速かったですし、でまたあの中継ぎのあれもむちゃくちゃテンポ速く投げてくるんで、うん、それがなんかすごくやっぱ嫌でしたし、やっぱスライダーもかなり曲がってたなというイメージあるんで、あのピッチャーも嫌でしたね。浅尾さんは嫌でしたか、矢野さんは。まあ嫌でしたけど、まだそこまで、まあまあ岩瀬とかのも嫌やったわ。あ、まあ、あの中継ぎやってる時、ね、そうですよね。そうです、岩瀬の中継ぎやってましたからね。中日は良かったよね。良かったです。浅尾さんもやっぱね、上原さんよく名前出てきますね。フィールディングもうまいしね、牽制もうまいし、ね、彼が先発してても成功してたと僕は思ってるんですけど、でもね、後ろでいろいろ伝説を作ってますよね。本当に、はい、ね、いつも中日、ね、中スポの一面になってましたからね、浅尾さんね。じゃあ伊賀さん伊賀分からへんのじゃん、ね、野球興味ないって言うよ、ね、そうですね。中継ぎピッチャー対戦ない、まあ、対戦もしてないもんね。そうです、まあ、あるとしたら福森さんとかで中継ぎやってました。唯一自分のインコース投げてきたんで、そのインコースの怖さは分かったっていう感じぐらいです。はい、まあまあ、僕ら右バッターなんで、じゃあ森田で、はい、あ、シュートは嫌ですね、はい、シュートね。じゃあ森田さんに決まりました。じゃあ続いて抑えピッチャー最後です。え、矢野さん誰浮かびました？いや、僕はやっぱり佐々木さんか、まあ、高津も嫌やったんですよ。遅いボールで抑えられるっていうのがめっちゃムカつくでしょいや、もう遅いのをさらに次遅く投げてくるから、うん、まあ、高津は抑えっぽくないいい意味で抑えだったんで、まあ、佐々木さんはもう打てないなっていうので、はい、まっすぐだけ打ちに行って、僕対戦成績悪くないんですけど、うん、でもあのフォークはちょっと見たことないフォークなんで、え、対戦成績悪くないのにもう顔見たくない、ごつややわって感じですか？一回僕あの連続無失点記録止めたことがあったんですよ。あ、はい、あの、はい、京セラドームでサヨナラヒット打って、うん、で次の日になんか謝りに行かなくことになって、うん、なんか矢野があいつ佐々木なんか余裕やみたいなこと言うてるみたいな噂がなんかなって誰が流したしかも僕大学の先輩後輩で、ね、先輩なんですよ。それは矢野時代ってなんかそんなことがあって、なんか佐々木さんとか謝りに行きましたもん。え、はい、すいませんって、僕そんなこと、いや、僕そんな絶対言ってないですからねって言って、うん、そしたら、はい、なんか信じてない感じでしたねお前言ってるやろっていう。でこの前もゴルフ一緒にやった時に、はい、んそんな話になったんですけど、いや今でお、ね、お笑い話になっていい思い出になってますけど、うん、あの日佐々木さん、次の日フライデーがなんかフォーカスかなんか僕ら時代あったのを朝佐々木飲みに行ってるっていうのが写真撮られたんですよ。それ僕に打たれた次の日なんですよ。あら、それでむしゃくしゃして飲みに行ったって言って、でも権藤さんがなんかすごかったですね。権藤さんがあの時のピッチングコーチなんかな、全然そんな行ったらええみたいな感じのことを、あの時も権藤さんは言ってくれたっていう、へ、8回までにお前が来たらいいからって言って、へ、写真出た後もそうやって言われたっていうのは、あ、すごいなと思って。いいコーチです ね、うん、浜ちゃん誰の抑え？でも佐々木さんじゃないですか、やっぱり。うん、対戦成績あんまり少ないですけど、やっぱりあのフォークボールはやっぱりね、消えるっていうのはこういうことなんだなっていうのは、うんうん、ちょっと分かったような、あのフォークボールだったんで。どんな軌道で来るんですか？でも最初はもう普通にストレートやって打ちに行ったら、本当にボールがなくなったっていう、うん、なくなるっていうぐらいのもうイメージですね。もう気がついたら、気がついたらもう空振りしてるっていう、自分では捉えたつもりですよ。やっぱストレートやって思って打ちに行くんで、それがボール系。僕らの感覚でこう打席に立って自分のこうストライクゾーンってあるでしょ、うん、でそのストライクゾーンの上から来るんですよ、うん、だから体的に反応的に打って止まるでしょ、ボールやと思ってるから。そこから落ちてきたらストライクなんですよ、はい、でストライクやと思ってる、オーバーに言えば一番高めのストライクゾーンの目付けしてるところからボールまで落ちるみたいな感覚なんですよ。へ、だからもう絶対当たらないんですよ。ストライクと思ってるものは絶対ボールまで行っちゃうし、ボールやと思ってるのがストライクになるんで、だからもう打てないなっていう。はあ、あのフォークはえぐいです、あの幅が。まっすぐも速いですもんね。そうやね、でコントロールも良かったですね、うん、抑えは佐々木さんで、ね、よろしいでしょうか、はい、決定です、はい、ありがとうございます。さあでは続きましてはキャッチャーいきましょう。いや、僕らの時代いいキャッチャーいっぱいいたんで ね、各球団に本当に、まあ、何人もっていうよりも、逆に浜ちゃん誰なの？
僕は谷重さんでしたね。あー、ムカつく。ムカつく。矢野さんの口からムカつくって出た。いや、谷重はムカつきますよ。どういうムカつきですか？抑え方がムカつく。あー、なんかこう、なんかすごい心理戦をこうやってる感じで、はい、でも逆にね、谷重は打たれるやつにはむちゃくちゃ打たれる。意地になるから。あ、うちにあのリー・ウェインツ取ったやん、まっすぐしか打てへんのに、次はまっすぐで抑えたくなるのよ、谷重みたいにこう意地になるとずっと打たれるのよ。でも抑えられるやつはずっと抑えられるみたいな、うん、なんかあのしてやったかな、見逃し三振取った時にボールをポーンってこう投げていくようなあの姿とか、仕草とか。そうですよね、なんかめっちゃやられた感が増してなんかイライラするっていうか、なんか谷重はなんかそういうなんかムードっていうか、なんかこう雰囲気がいやらしかったよね。ピッチャーと戦ってるの、キャッチャーとこう心理戦というか、そういうような戦ってるイメージがやっぱあります。あ、確かに谷重な、いいですね。今のなんかね、ムカつく、渋谷のギャル張りでしたよね。ムカつくみたいな。いやいや、古田さんもムカつくよね。え、ムカつきます？ムカつく。だってキャッチャーで4番でね、あの当時もインサイドガンガン来られてんのに、はい、あれでもめげずに来るから、うん、あの古田さんはすごかった。だから すごいのとムカつくのって多分似てるけど、うん、まあ、古田さんは同じポジションとしてほんまにすごいなこの人っていう、その意味でムカつく。谷重はやられ方がムカつく。種類が違うムカつくですね。ムカつく。あとは谷重のキャッチングはムカつくよね。いや、うまい、うまいから。あのキャッチングはすごいですよ。はい、ささやきはどうですか？ささやき。俺ささやきで嫌いなのは木戸さんや。木戸さん、木戸さんはね、それこそ星野さんは相手と喋ったら怒られるから、なのに俺は先輩やから木戸さんに言われてなんか反応せなあかんやん。これをベンチ帰った星野さんに怒られることを知ってて木戸さんは降ってくるわけ。悪いですね、みたいな感じで。そういうのはね、木戸さんずる賢いっていうかね、そこまで知ってそういうことしてたから。でも俺らこので支えてるっていうと、もうあの谷重以外多分いないと思う。もうこれ今の流れだと結構谷重さん票厚めなんじゃないかって気がするんですけど、伊賀さんどうでしょうかね。自分は、うん、谷重さんで。すごいね、ずっと隅っこでうんうんうんってやってらっしゃいましたけど、はい、これもう矢野さんと谷重さんで。いや、もう谷重でしょう。あ、じゃあもう谷重さんで決まりました。ありがとうございます。まあ、ムカつくってね、出たぐらいですからね。じゃあ続いて、横浜って嫌な選手、そういうムカつく選手多いですかね。確かに確かに。お前な、まあ、4分の3横浜ですよ。おっと、これは流れがちょっと。ファースト誰になるんでしょうか。じゃあファーストいきましょう。ファーストで佐伯さんとかになったら、もう横浜になっちゃうの。ららら、うん、僕一人考えてるのは、あの守備位置の守ってる時に嫌だった人はあります？誰ですか？タイロンウッズです。あの何が、横浜スタジアムで結構高いこすったフライを上げてくるんですけど、なかなか落ちてこないんで、あのパワーがあるんで、それで落球したこともありますし、タイロン打つの顔見るのがほんまに嫌でしたね。フォアボール行った時にファースト行ってもなんかごついし、なんか怖いし、なんか挨拶してもなんか不愛想やし、なんかもうすごくね、あのいいイメージは全くなかったですね。いや、タイロン打つはほんまに嫌でしたね。打席立つ時もこっちに絶対打ってくるなよと思ってましたもん。本当に顔見たくないってあるんですね、上原さん。いや、こういう嫌いありやね。ね、面白いね。いや、いいですね。はい、なんか笑顔で挨拶交わしたこととかないんですか？よう、タイロン。笑顔にされても怖いですし、なんか逆になんで笑顔やねんってなるんで、逆にちょっとそれは変な意味でちょっと怖いです。確かに確かに。じゃあそれで正解ですね。はい、どうでしょう、矢野さん。いや、俺はね、ペタジーニが松中。ああ。松中の全盛期もえぐかったもんね。三冠を取った時、はい、福原が甲子園球場で左バッターで一番飛ばされたなっていう松中で、はい、あの真ん中の、なんていうの、通路、はい、アホのポール際のその手前ぐらいまで打たれて、それもインコースのむちゃくちゃいいコース、これはあくまで打つかっていうのは松中にあって、でムカつくのはペタジーノがムカつく。ボール振れへんしょ。振らないっす。お前分かってんの、サインみたいなぐらい振らない、はい。あれは絶対その助っ人に対して あのフォアボール査定ですよね。あ、絶対あの、ね、1個につき何十万っていうのは あれが大きいと思うんですよ。あ、なるほど、うん、はい、あれペタニーニもお金大好きですから。あの帰ったらオルガがいましたからね。夫人が、ね、ガペオンの
ね、一塁そうですね、ペタジーニはもうお得意さんだったんで、あ、抑えて、はい、うん、自分結構ほぼ打たれてないですね。お、松中さんはあの日本シリーズ覚えてます、 あのカーブがもう焼き付いて、あのカーブしか投げてないんで日本シリーズ、あー、正面カーブな、はい、久しぶりに聞いた正面カーブ本当松中で、あ、松中さんに決まりました。ごっつ嫌いだった、うん、ファーストは松中さんです。確かにすごいバッターだもんね。すごい、あ、嫌だな、うん、じゃあ続いてセカンドいきましょう。僕はやっぱり西さんですね。西さん巨人の守備位置、守備位置です。うわ、センターはヒット抜けたと思う、おるやんそこにっていう、うんうん、ヒット何本もやっぱ損してるんで、うんうん、西さんじゃなかったらヒットになってたのにっていう、はい、やっぱあの投げる前とかやっぱ守備位置パパって変えるんで、あの方ってやっぱそこら辺がやっぱこう球種であったりとか呼んでこうヒットゾーンを狭くされてたなっていうので、なんかすごくやっぱりヒットを損されあのしてるなっていうので。他どうでしょう、西さん以外。ローズどうですか。ローズ、あ、ローズね、はい、ローズどうしようもなかったよねどうしようもない。 やっぱ打つもん、だって詰まっても入るから、はい、横浜スタジアムなんか、はい、あっち向いてほいで入るから、あれもローズはすごかったな。あとダブルプレースローイング、はい、めっちゃかっこいいよね。あれ、あ、なんで適当に当てるように見えてかっこいいんだよな、うん、まあ、ローズ嫌やな確かに、どうします、セカンド一人。あと誰、荒岩とかあの辺の、うん、荒木も嫌やったな、あいつ。なんか嫌な人の名前もう嫌な人ばっかりになってきたけど、ね、いやでももうその中でもう一人、はい、もう本当にもう、いやでも西はやっぱり確かにね、うん、俺もあるある、うん、井川さん大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あの西さん上層学院でね、あの茨城県同じ茨城でっていう、はい、じゃあもうセカンドは西さんで、はい、決まりです。サードもこれちょっと一人難しいけど、どうでしょう。ロッテの今江とかもムカつくんです。あ、今江さんですか。もう2005年むちゃくちゃ打たれて日本シリーズ、ね、日本シリーズで8割ぐらい打たれたんちゃうかな、はい、しかも初球とかばっかり、はあ、しかも詰まっても何でもヒットなるし、うん、今井嫌いと思って。今井さんでも僕ね、まあ今日はジャイアンツファンの方もおられるんであれですけど、僕元木も嫌いです。あ、それ分かります。それは 人としてですか。いやいや人としては好き。意外に律儀に挨拶してくれるとか意外にしてくれる、まあ、でもその分ベンチからやじられたりもしたけど、はい、でもなんかあの野球のあのずる賢さが、そうですね、野球脳っていうところでもう、うん、そう、一本打たれたことがむちゃくちゃ残ってる、はい、もうこんなやられ方すんのかっていうのがあるから、なんか気持ち悪い、常に元気が来ると、うん、ずる賢さね。だからね、ファンの皆さんも多分いやらしいイメージありますよね、うん、隠し玉なんてもうあの人ぐらいじゃないのしてたの本当に。あと牽制の入るタイミングとかもね、はい、うん、むちゃくちゃうまいし、もう野球センス抜群でしたよね、うんうん、いや僕も元気さんだったんですよ。元気さん、僕元木さんに言われたことが一つ、怒られたことがあって。え、何ですか。2002年にあのジャイアンツ優勝したじゃないですか、はい、でその時って甲子園で胴上げだったじゃないですか、うん、であの9回の裏で2対1で負けてて、で川原さんが出てきて、僕が9回の裏にバックスクリーンにホームラン打って同点になったんですよ、はいはい、でそこから延長戦に入って阪神が勝ってジャイアンツが胴上げだったんですけど甲子園で、はい、それが多分大体11時ぐらいだったんですよ、はい、でそこからホテルから次の日にあの森さんがお前ちょっと来いって言われて、お前ら何時にお前ビールかけやったか始まってんの分かってんのかいお前あんなとこでホームラン打つなボケって言われて、あ、元木さんってこんな人だったんやっていう何時にやったと思ってるのかっていう。上原さんもその時言った。それは浜ちゃんが正解元木さんが間違ってるだってでこっちだって勝負事ですから、うん、そりゃそうですよ、そうですよ、まあ、本気で怒られてはないですけどまあでもタイガースあの時に星野さんが絶対甲子園だけで胴上げさすなっていうのが号令が出てたん で、はい、であのまま言ってたら負けてる中ちょっと同点ホームラン打った時はちょっと気持ちよかったんですあの時。あ、はい、だから元木さんに結構それ言われたのがちょっと未だにやっぱり残ってるんで、なんかそういう攻撃もしてくるんで口の攻撃もやっぱりどっちかといえば口の攻撃の方が多い、まあ、だいたい8割ぐらいそうですねうん、どうします。いやもう元気で ね、はい、元気さんで、あ、じゃあもう元気さんで、はいはい、まあ、今井さんもね監督になるんで楽しみですよね。あれ以外元気さんとの成績は悪くはないと思いますね。そんなやられたイメージはないんですけど。さすがやな、はい、
はい、誰にやられたイメージあんの？そう逆に聞きたい。誰にやられた？今まで誰にも打たれてない感じ。そうそう、確かに確かに確かに。そう、誰に打たれた？特にないですけどしか聞いてないですね。あの前田さんです。あ、前田。あ、もうそれは外野で。前田は天才だもん。はい、やっぱ天才、天才前田さん。いや、前田さんって本当絶対出るもんな。ねえ、何なんだろうな。ねえ、じゃあ続いてショート。誰？世代的に宮本イバタ。ああ、いや、二岡。あ、二岡の。あ、嫌やったな、二岡。守備もいいですね。あ、新谷さんもそうですもんね。うん、石井拓郎さん。ああ、拓郎さんもなんかいやらしいイメージあります。うん、俺も嫌い。ショートいい選手多いですよ、ね。いや、ショートめちゃくちゃいい選手多い。その当時本当に全員良かった。すごかった。全球団良かった。井川さん。はいはいはい。その中で誰今上がったの？今ショートで誰か。そうですね。石井拓郎さんは結構、うん、左でやられたようなイメージですね。粘られたりもしましたし、はい、新岡さん結構諦めるの早かったんですよ。あの三遊間とかの玉際、玉際結構ね飛びついてあんまりしないんで。そうやね、セカンド側の方が飛びつくね。そうなんです。あまり三遊間飛びつくイメージ俺もあんまないかな。そっか、結構ヒットにしてくれるんですよ。ヒットにしてくれるっていうわけじゃないけど、はい、そあ、そうなんですね。なる確率すごかった。あいつも結構怪我よくするから、ああ、じゃあ、あんまりこう よくふくらはぎ怪我してたでしょ。あ、そか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 。だからそこら辺でちょっとブレーキかけてたかもしれんね。ああ、行き過ぎない、うん、ちょっと怪我しないようにっていう。でも身体能力からしたらすごいよ。ああ、だからすごすぎるからこそ、うん、そのすごすぎる人ってちょっと抜けちゃうから危ないんだよね。超えちゃうんですよね、うん、きっとね、うん、うん。さあどうしましょう。誰でもええの？もう俺井端。あ、井端さん。井端さんで。あ、井端さんで。あ、井端さんで。右足とかもうなんか狙いすましたように打たれる感じ。はいはい。あれがもう嫌やった。ムカついた。いつムカつく人、ムカつく人いっぱいいますね、矢野さん。いや、やられたやついっぱいおるからね。キャッチャーなんて特にそう思うんでしょうね。確かにそう、うん、下柳も一番嫌いな井端やと思う。びっくりした、今下柳さんのことが嫌いだった、ね、びっくりした、ムカつくっていうのかと思った。ちょっとドキドキしちゃった、うん、ちょっとびっくりしました、ね、あいつは可愛いね、本日2度目のご登場ねさあでは外野行きましょう。レフト、まあ3人もう外野は、そう外野、はい、ポジションじゃないから、もう、はい、外野で3人上げても1人目はもう前田さんですよね、間違いない。前田はもう間違いない。これはもうやっぱ天才でした。いや天才、もう集中させたら一番嫌なやつ。頼むから気抜いといてくれっていうね、今日やる気ない日でやってくれて、はい、そうですよ ね頼むから自打球最初に、あ、いいね、1打席目で打ってくれ、当たれ当たれっていうねもう打たれた記憶しかない、ね、結構打たれた自分も、はい、もう全球種打たれてますね、ホームランを、はい、対策してもダメでしたか？まあ避けるか、もう勝負を避けてしまうか先にですよね。それぐらいしかないですね。うん、じゃあもう前田さんとあと2人、松井さんじゃないですか。ああ確かに松井さんはね、まあ、そうですね。なあ松井さん守備守っててもやっぱり嫌です。あの、ラインドライブかかったこう守備とかでもそうですけど、まあ、守っててもやっぱ怖かったですね、引っ張られた時の。守ってて怖いっていうそのイメージすごいよね、その感覚分からへんけど、うん、しかも外野でしょ。そうですね、外野で怖いっていうのもあるの。完璧にあの打った打球って大体ホームランになるんであれなんですけど、あの思いっきり芯食った時にこうラインドライブで来る打球って前に行けば取れるかもわからないですけど、うん、なかなか前に出れないっていうか、うん、打球が速すぎて、まあ、そういう打球が来た時にどうしようっていうのがあったんで、うん、なんかめちゃくちゃ怖かったですね、守ってて。はい、松井さんの印象は、井川さんはホームランは結構打たれてますね、うん、なんか 外スライダーはいつも なんですか宇宙間左中間か、うん、に結構二塁打とか食ったイメージですね。あとまっすぐはやっぱりライトスタンドに甲子園の時にあれな、はい、もうあれはちょっとあれ忘れられへんな、衝撃的ですね。衝撃やったな、はい、弾道が低かったんで、はい、いやしかも浜風えぐかったやん。そうです、はい、こんな左バッター絶対ホームラン入れへんわっていうな、ツーナッシングがツーワンかなんかでインハイか、はい、そうですね、な、はい、高めのええとこな、はい、あれはちょっとびっくりしたな。びっくりしました、はい、皆さん覚えてますか？やっぱり細かく覚えてらっしゃいますね、シチュエーションも。もうあの浜風で打てるやつなんて俺変と思ってリードしてるんで、それを覆してくれ。で松井秀喜は逆に言うと振らない怖さがあるじゃないですか。うん、僕らからしたら振れへんの振れへんの、ペタジーニもそうですけど、うん、普通来るでしょっていうのが全然ビタって打たないっていう。でそっからあの高めのな、はい、
あれ同点か逆転かなんかそんなんやったっけ、1-0で勝ってたんですけど、あれで 2-1 で、はい、あれで負けてますね、あーなあ、びっくりした。じゃあ最後の一人ラミレス、はい、ラミレスさんはどんなとこがごっつ嫌でしたか。いや頭いいでしょ。そうなんですよ、もうめちゃめちゃ考えてこう来るから、うん、打たれた時のショックがやっぱりでかいバッターなんで、外国人なんだ考えるとあんまいないですよ。いないよね、だから抑えれる時は圧倒的に抑えれるけど、打たれた時のその印象がもう強烈にね、元木と一緒で残るっていう、うん、はい、うん、俺もラミちゃん最初嫌やった、途中から別に嫌じゃなくなったけど、うん、最初本当嫌やったな。伊賀はラミちゃんとの対戦は、最初は全然大丈夫でしたけど、なんかチェンジアップをホームラン打たれてからなんか嫌なイメージがありますね。逆ですね、上原さんと逆の感じです。ジャイアンツ時代、ヤクルト時代、ヤクルトの後半じゃないですかね、確かに、はい、では以上のようになりました。以上ゴッツ嫌いだったベスト9お届けしました。